はい今回の動画はエクセルで一つ上にあるセルの書式を引き継がないようにする設定をご紹介します。でどういったことかというとエクセルでは標準の状態だと一つ上にあるセルであったりだとかまあ、隣接するですねセルの書式が引き継がれる設定になっています。 じゃあ例えばですけど今ねこちら A 列のところですねこれ今ね A の3までですねデータが入ってますけどもこの下のセルにですねデータを入力をしようとしてですねエンターで確定をするとこういった形でですね今回でいうとこの1つ上ですね A の3のセルの書式がこの A の4にもですね引き継がれるようになっています。 まあなので、まあ、今回で言えばこの A 列のところですね、まあ、ここはですね上のねセルの書式を引き継ぎたいということであれば、まあ、便利な機能ではあるんですけどもただこういった形でですね上のセルに、ね、設定されている書式をその下のセルにもですね引き継ぎたくないという、ね、ケースもあると思いますので設定を、ね、変えることによってですねこういった形でですねこの隣接したセルの書式が勝手に引き継がれるのを無効にすることもできます。 それではね早速その設定方法ですけどもまずはねオプションの画面を開きますんでこの左上のファイルのところをクリックをしてもらってその他のところからオプションを開きます、はい、次にこの左側のね詳細設定のところをクリックをしてもらってこの編集オプションというところのこちらですねデータ範囲の形式および数式を拡張するというところ こちらがですね、標準の状態だとチェックマークが入っていてこちらに、ね、チェックが入っているとね、こういった形でですね、隣接するセルの書式が引き継ぐようになりますのでこの機能をね、オフにしたい場合はね、こちらをクリックしてチェックマークを取ってください。これで OK ボタンをクリックをします。これでね、この隣接するセルの書式が引き継がれない状態になりましたのでじゃあもう一度ね、この A の5のところにデータを入力をして Enter で確定をします。 はい、そうするとね見てもらって分かるようにですね先ほどね A の4のところにデータを入力をした時はね上のセルの書式が引き継がれましたけども設定をね変えることによってですねこの隣接するセルの書式が引き継がれなくなりましたなのでこれがねどちらがいいかっていうのはね人それぞれだと思うんですけどもこのね隣接するセルの書式の引き継ぎがねちょっとねうっとうしく感じる場合はですねこちらの設定を変更してもらえるといいと思います。それでではは今今回回の動動画画以上になりままます今回も動画を最後まで見てていただきまして ありがとうございました。